皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はパステルアートで、水着とビーチサンダルを描こうと思います。使用するのは100円ショップで売られていますこちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていこうと思います。まずは背景を塗っていきます。茶こしを使ってこちら水色のパステルを粉にします。全体的に削ってコットンで塗り広げていきます。こちらを四つ折りにして塗っていきます。でさらに少し濃い青も重ねて塗っていきたいと思います。これで背景の下地が塗れました。続いて型を作っていきたいと思います。型紙用の画用紙に水着とビーチサンダル、それから光の下書きと小さな丸、こちらは直線ですが水着の模様に使おうと思います。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきたいと思います。カッターで切り抜くことができました。こちらは使いやすいようにハサミでそれぞれ分けてカットしていきます。水着の型は一番外側の輪郭線に沿って切り抜いています。それでは背景の海を描いていきたいと思います。水面の様子を描くために消しゴムを使います。ペン型の消しゴムや消しゴムの角を使って線を描くようにして色を消していきます。下書きなどはありませんので、こちらはフリーハンドで線を書き入れていきます。はい、ある程度線を書くことができたら、光を書いていきます。先ほど作った型を使って、お好きなところに合わせて内側の色を白く消していきます。はい、光を書き入れることができましたので、続いて水着を描いていきたいと思います。水着の型を好きなところに合わせて動かないようにテープで固定します。この状態で内側の色を白く消してしまいます。内側を白く消すことができましたら、お好きな色をこちらの水着の型の内側に塗っていきます。今回はピンク色の水着にしたいので、ピンクと赤色、こちらの2色を使って塗っていこうと思います。パレット用の白い紙の上に使用するパステルを茶こしで削って粉にして塗っていきます。全体的に色が塗れましたら、水着の内側の型を使ってフリルの部分の色の調整をしたいと思います。こちら下側のフリルを切り取っていきます。上の部分を当てて動かないように固定します。下側に赤色を塗り足していきます。下側に色が塗れましたら、先ほど合わせた内側を型を抜いて、こちらの上のフリルの部分も切り抜いていきます。この状態で上の部分だけを固定して、こちらの境目に赤を塗り足していきます。続いて上半身の部分に模様を入れたいので、こちらの直線の型を使います。こちらを水着の上半身の部分に合わせて内側の色を塗っていきます。水着が描けましたので、続いてビーチサンダルを描いていきたいと思います。好きなところに型を合わせて動かないようにテープで固定します。さらに内側の色を消しゴムで消してお好きな色を塗っていきます。
で、ビーチサンダルはこちらの2色を使って塗っていきます。で、全体的に色が塗れましたら、さらにこの上に型を重ねて、先ほどと同じように内側の色を消してから、さらに塗り重ねていきたいと思います。もう片方も同じようにして塗っていきます。はい、もう片方のサンダルも描くことができました。背景に少し青色を足していきたいと思います。さらに丸型や光の型を使って仕上げていきたいと思います。はい、背景の光も増やすことができましたので、周囲のテープを剥がしていきたいと思います。はい、これで水着とビーチサンダルの絵の完成です。今回は、水着の肩の部分が少し扱いづらかったかと思いますが、こちらの水着はシンプルな形でフリルがないものでも構いませんので、描きやすい形でぜひチャレンジしてみてください。